そうそう。最初誰も言ってって言ったらしいですね。やりすぎだよってじゃないですか。そこでここの蹴りを入れる前に芝居してもらったら、バカの本気でするんじゃねえよ、何すんだよお前、本気で殴るんじゃねえよ、ドーンってまた蹴りますでもう一発ドーンと蹴ります。今日は殴る宮川さん、これいったんだよ、本気で殴るんじゃねえよ、ドーンもう一発ドーン。そこでちょっと普通じゃないっすよ、もうで、こちらに、そうですね、本気で殴んじゃねえよ、はい、今日から社長だもんね。直哉と一緒にすぐ来い。秀樹が社長に向いてると思ってる役員なんて一人もいないよな。フローレンスの涙を代償に息子の秀樹が誘拐されました。黒が殺されたのは消せない事実。金であればよかった。フローレンスのことが世間に暴露されればこの会社はなくなる。全ては秘密。たまたま心を殺して生きてきたんでしょ。その時は秀樹の死体と踊れ。